BV40BV40 の模型。ブロームーンとホス BV40 はナチスドイツの戦闘核空機。ドイツが空襲を受けていた当時、この機は連合国軍の爆撃機編隊を攻撃するために設計された。この小型かつ簡素な外見をした航空機の重要な装備は非常に狭く相当に重防御なコックピットだった。また翼コンに わずかな数の弾薬と30メートル MMK108、機関砲2門を装備していた。降着装置が離陸後に投棄されることになっており、この飛行機はその後スキットを用いて着陸した。戦時の優先事項に起因し、胴体部分は戦略物資を使わずに済ませるため、すべて木製構造とされた。この飛行機はまた、非熟連動動車でも、 短時間に制作できるよう設計されていた。この航空機はメッサーシミット BF-109 に牽引されることとなっており、連合軍爆撃機のコンバットボックスの髪型で切り離された。一旦切り離された後、この機は敵の爆撃機編隊へと鋭い角度で滑空を行った。短い攻撃時間中に BV-40 は自らの兵装を発射し、 地上へと滑空して帰還した。滑空機の後方にケーブルをつけて爆弾を携行するというアイデアがいくらか考察された。エンジンを搭載せず、機の前方部分に操縦士を伏せの姿勢で配置したことで、機の横断面積がより減らされており、爆撃機の重手が b v 4十二命中を加えることは難しくなった。初飛行は1944年5月に行われた。 いくつかの試作機が完成したものの、戦争の終結が近づいたため、計画は年内に中止させられた。この作戦特有の他人頼りな航空機が操縦士に与える潜在的な危険性から BV40 はしばしば特攻兵器とされているが、しかしそのような意図は存在していない。数値は客中による。性能並走。ありがとうございます。